こんにちは、お肉です。今回は NiziU の TikTok の無表情笑顔のミドルズ組見ていきたいと思います。昨日ね、鬼組だったんですけども、めちゃくちゃね、もう可愛いって感じで、もう特にね、リオちゃんが間違えちゃったところとかもすごい可愛かったんですけど、今回はねミドルズ組ということでね、もう今日サクサクっと見ていこうと思います。はい、普段は NiziU の最新情報や考察や感想などお話ししているので、チャンネル登録と早い情報が知りたい方は通知を取ってくださると嬉しいです。そして Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。ということでね、今日はもう見ますよ、もうめっちゃ見たいもん。はい、ではまずりくちゃんから見ていきたいと思います。無表情、え、かわいい、笑顔、無表情、笑顔、ね、これ一緒にやっちゃいそうになる、笑顔、え、全部これ笑顔変えれるのすごいよ、うまいよね、マジで。なんかこの顔の切り替えがさ、普通できないというか、腕細くない、めっちゃ腕細くない、いやー、もうほんとね、りくちゃんマジでスタイルいいよね、ほんとにね、可愛いし、もうそういうとこ見ちゃう、もうめっちゃいいな。ちょっとね、夏に向けて私も痩せないととか思いながら、やばいなって思ってます。可愛い、この女のに支え、次これできるし、次これだっけできるしさ、すごくない？表情の幅がやっぱ広いなって思いました。はい、次がね、あやかちゃんかな、はい、かわいい、無表情、え、好き、笑顔、かわいい、笑顔、いいね、このいいねの顔好き、このなんていうの、顔の幅がいいね、このネックレスかわいくない、笑顔、え、てか NiziU のね、いつもよくかわいいんだよね、笑顔、そういうとこ見ちゃう、めっちゃかわいすぎ、え、いいな、え、かわいい、笑顔、もう笑顔ってやっぱいいよね、一番笑顔が好き、やっぱ誰に対してもそうだけど、笑顔が本当に好き。次がまゆかちゃん見ていきたいと思います。笑顔、かわいい、髪型いいね、無表情、かわいい、笑顔、かわいい、笑顔、めっちゃかわいい、笑顔、いいね、無表情、めっちゃかわいくない、笑顔、無表情、笑顔、無表情、かわいい、無表情、笑顔、え、めっちゃ可愛いんだけど、笑顔、見えるんだけど、え、てかやっぱね、髪暗くてもなんかまゆかちゃんのこのほわほわな笑顔は健在すぎて好き、無表情、やっぱね、髪紫にしてからね、次この髪するってすごい大変だし、髪も傷むと思うんですけど、さすがまゆかちゃんだなって思った。え、ハーフアップ好きかも、ハーフアップしたいんだけど、めっちゃ可愛い、なんか一つに結ぶのが私すごい好きだから、すごい似合ってる、え、かわいい、はい、ということでね、ちょっと待って、めっちゃ可愛すぎるミドルズも、はい、もうね、どんどん本当に見れば見るほど可愛くなってく NiziU だから、もう本当ね、癒されるし、ミドルズの3人もね、やっぱ可愛い、しかもこの日ね、忙しかったんですよ、本当にミーグリの日ってもうめちゃくちゃ忙しいと思うし、もうどん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 ファンをね、こうなんかファンがもう次々次ってなって、それで対応しておしゃべりするのって本当に大変だったと思うし、昨日のまやちゃんの服装的にこれみんな1日目に撮ったものだと思うんですけど、1日目もねすごい大変だったし、やっぱりね、ほんとね、朝から夜まで超忙しいのに、こんな間に TikTok まで撮ってくれてたなんてって思ったら本当にありがたすぎるし、もう本当にすごいわってもう改めて思っちゃう、もうすごすぎるなっていう感じですね。やっぱ韓国を拠点にしてるアイドルってバブルとか見てても本当にもう毎日練習したりとか、も休みって本当にあるのかなってぐらい毎日やってくれてる NiziU がもう本当ね、素敵すぎてね、感動しちゃうなっていうのは正直思いましたね。なので私的にね、超これ個人的な意見なんですけど、新曲いつ出ますかとか、いつ出ると思いますかって聞かれることめちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、私的には今までのね、 NiziU の CDを出す流れで見ていくと、多分ね、夏に曲出るんじゃないかなっていう風には思いますので、6月中に何か出るのかなっていう風には思ってるんですよ。なので、そういうサマーソングみたいなものをもう用意してるのかなっていう風に思っちゃうのもね、多分かなり前からこういうのって用意してると思うから、もうすごく忙しい中で NiziU が準備してくれてるんじゃないかなって思いますので、もう妄想なんですけど、多分絶対何か準備してるんですよ。こんなまだ今ダンス練習したりとかすごい言ってるんで、あると思うし、そんな中でもね、韓国語のレッスンとかもめちゃくちゃやってくれてると思うので、 NiziU 本当に愛しいなって思いながらこれからも過ごしたいと思います。そして明日のマンデも楽しみにしたいと思います。皆さんの感想もこちらの動画にコメントしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。
今日はね自分のメンテナンスをしようと思います。はい、結構ねあんま髪とかはねちょっと東京の美容院でどうしても染めたいのであんまりやってないんですけど、まあ自分のいろいろね変えたらまた言うんですが、ちょっと今自分改造計画をめちゃくちゃしてるので、ちょっと早くね変わって皆さんにお見せしたいなっていうふうに思ってますので、お楽しみに。そんな感じです。